国道336号、塩釜トンネル国道336号、黄金道路国道336号、襟毛黄金トンネル道内最長、4941メートル国道336号は、北海道浦河郡浦河町から堂々と勝ち郡、浦幌町を経て、釧路市に至る一般国道である、一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、 経過値は次の通り、現行の道路法に基づく、一般国道の路線として、1974年11月12日、政令第364号の交付によって、第3次追加指定され、翌1975年4月1日施行によって、国道になった路線である。同等、十勝平野の十勝川河口を渡化しているが、1992年12月に、 十勝川口橋が開通するまでは国道に橋はなく、十勝川両岸の渡し船が連絡するという都線国道だった。日本最後の都線国道はバイクや自動車は渡ることはできず、人以外は上流側の橋へ 22km 迂回する案内が出されていた。1990年代初期まで都線上入り口や大気町と横路町付近にダート区間が残されていた。 浦幌道路十勝郡浦幌町、方北小深利医師館で、枝線となる浦幌道路の建設が進められ、2012年3月16日に、全線開通した、りも国道浦川郡浦川町浦泉郡、りも町諸谷の区間の通称、黄金道路りも町、諸谷広町温町津の3 3 5トル、 1934年10月31日竣工で、竣工当時の名前は日照海岸道路。正式には地方非道帯広浦川線といった、日高山脈が海岸まで迫り交通難所となっていた場所で黄金を敷き詰められるほど建設に莫大な費用を投じ、1927年の着工から8年もの歳月を要して、 断崖を切り開く難工事の末に開通したことが名称の由来。黄金道路には殉職記念碑など多くの石碑が混流されており、タコ労働として過酷な労働を強いられた者も多く、20人以上の犠牲者を出す難工事の末に完成している。1960年から舗装化や復道工事などの改築が進められたが、 舗装化だけでも 1km あたり9億8000万円を要し、当時の一般的な国道の10倍近い費用がかかっている。道路は落石も多く、副道が数多く設置されており、悪天候時にはたびたび通行止めとなる。平成18年までの10年間の通行止め回数は112回にも及び、夏冬通じた通行止め回数は道内の国道で最も多い。天気の悪い日の 黄金道路は波を被ることもあり、通行止めになった際は、国道236号や塚トンネルが、迂回色として使用されることがある。ナウマン国道広尾群広尾町市中ウストカチ群、浦幌町の区間の通称、中川郡幕別町にある、ナウマン像発掘の地の傍らを通っている。1969年7月に、 広群中類村の農道工事現場で発見された約12万年前に生息していたとみられる。ナウマンゾウの化石が発見されたことから、中類村はナウマンゾウ発掘の地として全国的に有名になり、この辺りだけがナウマン国土と呼ばれている。豊頃町、浦幌町の境界にあたる十勝川を渡る区間は1992年11月まで、 旅ライト線という都線による連絡になっていた。旅、ライト線上は、1日5便、小型ボートで両側ム渡されたロープを人力で伝って、航行するもので、人以外は渡過することができないものであった。この都線上は1904年に創設され、1957年には、一般道道となり、1975年に、国道336号線に昇格となった。 河川を都船でつなぐ国道は、ここが日本で最後であったが、十勝川口橋の開通により、路線経路は大きく、海側に移動し、姿を消した。豊頃町川の都船の跡地には、都船記念の日が建立されている。なお、十勝川口橋の開通により、他に3カ所にあった十勝川の都船上も廃止となっている。トンネル、編集様2丁襟萌町,町広尾町主な橋梁。 編集黄金道路の区間は、日高山脈が海岸まで迫る、切り立った岩の崖と荒波が打ち寄せる太平洋とが攻めぎ合う、岩礁際の海岸線に沿って走っており、道路まで波しぶきが被ることがある。この区間は、難車のため道路改良の結果トンネルが多いため、景色は見えづらく、途中に施設や見どころといったものがほとんどない、黄金道路区間の南端から分岐する。 北海道道34号襟裳公園線を通じて、日高山無役最南端の襟裳岬に至る、日高振興局浦川郡浦川町様二郡、様二町朧泉郡え襟裳町十勝総合振興局、広尾郡広尾町広尾郡大気町中川郡、豊頃町十勝郡浦朧町、ありがとうございます。